好。イエーイ。あー、危ない。よし、もういい気張るかな。今日はハリくんがいつも勉強しないがためにこの勉強机と椅子が届きました。で、これ、段ボールでしっかり梱包されてるのでちょっと開けてみたいと思います。じゃあ、椅子とデスク、机ですね。はい、じゃあ開けていきたいと思います。持っといて、持っといて。あ、よいよい。はい、じゃあ切ったんで開けます。せーの、とー、なんか綺麗に綺麗な段ボールが、あれ付けじゃないのこれ。いや、でもなんかこの段ボール無駄に付け方が綺麗。なんだ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 。でも可愛いよ、可愛いよ、可愛いよ、全然可愛いよ。でかっ。意外なんだ、通りやすいと思った。あー、いいじゃん、使い方違うし。今日は、はるくんが勉強するために買ったんで、組み立てます。よいしょ。はい、じゃあ、はるくんの段ボール付け、組み立てていきたいと思います。はいはい、ちょっとね、ほら、おお、おお、くせー。だからもういいや、歩く変化もせんで。あ、あー、イエー。いや、歩くやめてて、おるじゃん、ちょっと。家じゃないんだけど、これ机じゃけえな、はるくん。あ、お母ちゃん、はるくん、邪魔邪魔邪魔。マイハウス完成しました。じゃあ次は屋根っていうか椅子を作ろうか。はい、じゃあ次机、あ、椅子を作りたいと思います。はい、次椅子です。せーの、バーン。やっぱ椅子もダンボール。よし、これなんで説明書を蹴散らすかな。もうやめなさい、ハルくん、手伝ってあげ。猫になってる場合じゃないよ。犬？猫？どっち？猫？犬？な、何？ハルくんの場合は。ハルくん、ゲームショットの方がいいよ。Thank you.
ハルくんできたぜあ、いいじゃん。かわいいし。ハルくんすぐにボールペンで落書きしそうだ。いいじゃないか。かわいいぞ。はい、じゃあできたんで勉強してね、ハルくん。はい、勉強してください。はい。はい。バイバイ。はい、勉強してください、ちゃんとね。バイバイ。怒られるよ、先生に。はい、どうぞ。早くしてください。もう忘れたん？勉強。勉強忘れた。バブリでやってか。ああ。ハルくんが勉強せんけ、机買ってもらったんでしょ？な。はい。はい、ハルくん勉強して。はい。な。いけんよ、はい。はい、して。はい、勉強して。なーに？適当じゃる、今の。書いてない。なんかちょっと違うような気がしてる、まあいいや。はい、今日ははるくん。はい、今日ははるくんにあの段ボールの猫の机と椅子を私が作りました、段ボールで。あ、段ボールのキットで作りました。ですね、なんかすごい可愛いですよね、これ。ちょっとあっちが欲しいくらいですよ。まあでもあっちにも机があるんで。まあね、ハルくんこれで勉強頑張ってください。うわー。後ろにはこんな感じで魚の模様が描いています。こっちには肉球が描いています。じゃけ、そこ家じゃないけ。はい、で小さいお子さんがいる方、ハルくん小さいお子さんがいる方はあの買って作ってみてはどうでしょうか。普通にね、こっから色塗りしても可愛いと思います。近いぞ、はるくん。はい、で、まあはい、では、今回は、ちょっとはるくんに猫の、猫型の段ボールの机と、椅子をはるくんに作りました。まあ普通にこれ可愛いし、他にもシリーズがあるのでまた作っていきたいと思います。そしてこれ、はい、今だけレビューに記入で猫ペンダってプレゼント、さらに次回使える 5% オフクーポンもプレゼントで、可愛い赤ちゃん猫型の薄型ペンダってがもらえるらしいです。もういいから汚い。おお。はい、じゃあ今回猫型ペン立てもらいたいんでレビュー書きたいと思います。ということでまた見てね、バイバーイ。